なんてことしやがる。負けた奴が何を言っても虚しいもんだな。少しは歯応えがありそうだな。いつでも好きなタイミングで出な、相手になってやるぜ。腕が鳴るぜ。嫌というほど俺の実力を見せつけてやる。それにしてもこのイラつきは何だ。ムカついて仕方ないぜ。すぐにケツに使えてろくに踏めやしない。敵地でのバトルで勝つために京一が作った作戦パターンは3つある。相手が最も手強い時にだけ使うのがシミュレーション3だ。冗談じゃねえぜ。エボ4乗っててなんで後ろをチンタの走ってなきゃならねえんだ。俺のエボ4が追いつけないなんて考えてもいなかったな。ディープだぜ桃源ってやつは。想像以上にやってくれるじゃないか。そういうことだよ。フラストレーション溜まりまくるだ。俺とエボ4の走りの辞書にはパーシャルなんて言葉はねえんだ。チクショー。前へ出れないっていうのか。こんな展開俺は認めねえぞ。打ち抜いてやらねえと気休まねえ。なんてツッコミだ。あいつの精神構造が理解できない。早すぎる。何が何だか全然わからねえ。その速さは何だ。